白鳥遺伝は、小木原紀子による、ファンタジー小説。大和武伝説をモチーフにしており、空色まが玉、薄紅天女と合わせマガタ玉三部作、または、ガタ玉シリーズと称され、その第二作とされる。巫女である、立花一族の文家の姫、縁子と拾われ子、子供名は、美濃の地で、双子のように育った。しかし二人が、子供から大人へ変わる時期。 二人の別れの時期は、徐々に近づいていた。ある日、二人は、子供なに、そっくりな青年と出会う。彼の正体は、棺の巫女、大須。不死を求める大王の命で、立花に代々伝わるま玉と本家の姫巫女、ミニ姫を迎えに来たのだ。出会った瞬間から惹かれ合う、大須とミニ姫だったが、大王の命には逆らえず、ミニ姫は大王へとつぐことになる。 同時に、ともなも真滅場の戸へ登り、大ウスの部下として様々なことを学び始める。それから3年、少年から青年へと成長したともなは、偶然、下女となったミニ姫と再会する。曲がたまの力を失ったミニ姫は、罰を受けていたのだ。愛する姫の不遇を知った大スは、ともなをおとりにしてミニ姫や部下たちとミノへ逃れ、大王への反旗を翻す。 しかし、追悼軍を率いるのは、大須のこと自らの出生を知った巫女、コトモナだった。その手には、破壊の神力を象徴する、オロチの剣があった。裏切り者として、大須に殺されそうになったコトモナは、身を守ろうとした剣の力で、大須を、故郷の身のごと滅ぼしてしまう。かろうじて生き残った縁子は、愛する、ことを殺すため、オロチの剣に対抗できる、 立花の四つのまがたまを求めて旅を始める本作において空色まがたまの物語は遠い過去の神話伝説とされており一部のエピソードは伝説として脚色された形で本作の時代にまで伝わっているありがとうございます